ハレルヤーアメン。おはようございます、おはようございます。ハレルヤーアメン。ハレルヤー、ハレルヤーアメン。おはようございます。はい、今日は暖かくなる予定ですが暖かくなる予定です。はい、まだ暖かくないんですが、千葉は10度、暖かいですね、やっぱりね、はい、こちらは今部屋は13度ぐらいになってますね。まあ、暖房も少し入れましたので、こちらも暖かいですね。はい、もうすぐ、今日がですね、今日が2月最後の日ですね。2月最後の日です。明日から3月です。明日から3月です。アメン。明日から3月です。ツイキャストができませんどうしてできないか理由は分かりませんが、ツイキャストができません。はい、明日3月1日ですね。皆さん、リバイバルは春です。神の国は春です。ツイキャストという放送をするサイトがありまして、それでもやってるんですが、あ、できました、ツイキャスできましたね。ツイキャスができました。はい、今日ですね、朝起きてちょっと散歩いつもしてるんですね。で、散歩してる時に右胸がですね、なんかゴロゴロしてですね、なんかゴミが、入ったみたいなんですね。で、あまり擦ると良くないので、こう目をパチパチしてですね、こう涙でゴミが出るようにこうしてですね、ちょっと我慢してましたね。しばらく目がゴロゴロしてたんです。ところが今はですね、今はもうゴロゴロしてないんです。で、涙がね、こう涙がゴミを出してくれるわけですね。ここに涙腺っていうのがありまして、で、この涙腺から涙が出てですね、こう目の上をこう通って、そしてここに鼻に通じる管があるんですね。その管を通ってこう鼻の方に来るんです。で、その涙がここからこっちにこう流れてくるわけですね。で、鼻の中に落ちる。で、よく泣くとね、鼻がズーズーするじゃないですか。で、それは涙がこの鼻のとこに来て、それでズーズーするわけですね。皆さん、このシステムがですね、偶然できると思いますか？このシステムがですね、よくできてると思いませんか？皆さん、この眉毛見てください。眉毛、この眉毛はですね、飾りじゃないんですよね。この眉毛はこのゴミがこうね、ゴミじゃないな、水ですね。水がこう落ちてきて、この目の上に水が来ないように、この眉毛でこの水を阻止してですね、水がこっち来るようになっているわけですね。まあ、一種の樋ですね、樋屋根から水がこう来てですね、樋代わりになって、ここ水がこっちに流れるようになってるわけです。それからまつげ見てください。まつげ、このまつげはですね、このほこりがこう来た時に、そのまつげでこうね、大きなほこりを邪魔するわけです。そして、細かいほこりがですね、細かいほこりが目に入った場合には、こう涙で洗い流すわけですね。皆さん、まぶた、まばたきをしますよね。まぶたでまばたきをします。で、このまばたきをするのはですね、この目の表面が角膜と言います。角膜ですね。
で、その角膜がいつも濡れてるんですよ。濡れてる、つまり濡れてるとですね、よく目がいいわけですね。濡れてることによってその表面が非常にこう綺麗なレンズになるわけですね。ですからこの絶えずですね、まぶたをこう瞬きをして目の表面をその濡らすんです。濡らすんですね。でよくドライアイって言いますよね。ドライアイ、ドライアイっていうのはこうディスプレイを見ててね、コンピューターとかゲームでディスプレイを見てて、でずっとこう熱中してみると瞬きを忘れちゃうわけですね。でその瞬きを忘れると目が乾燥しますね。で乾燥したのを気がつかずにこう熱中してるとドライアイになっちゃうわけですね。ドライってのは乾くということでしょう。だからしょっちゅうまぶたをこうこうやってやって目の上をこう濡らすわけですね。そうすることによってこう視力が維持できるわけです。皆さんこのシステムがですね、偶然できたと思いますか？ありえないでしょ皆さん、目に入ったゴミを流すとかね、排水もしてですね、でこの水が垂れないようにトイの役目があって、まつげがあってですね、まばたきがあってですね、そしてこの眼球っていうんですか、この目はですね、一眼レフの精度よりも精巧にできているんです。自動焦点があり、自動絞りがあって、皆さんこんなですね、こんな高級なシステムがですね、偶然できるわけないのです。偶然できるわけないのです。どう考えたってこれは、設計されてるんです、ね、設計されてるのは当たり前だと思いませんか？ね、涙腺で涙が出てくる、そして排水もあるんですよ。排水もあるし、トイもあるし、皆さんこれはですね、神様が設計したんですよ。人間が設計したってこんなにすごい設計はできないですよ皆さん。神様が設計したんです。皆さんそんなことがまだわからないんですか？多くの人はこの神の設計の素晴らしさがね、医学が発達したり、また科学が発達したりして、昔よりも、人体がものすごくよくできているということが分かったにもかかわらず、まだ人間はですね、その神が作ったということを認めようとしないんです。それは人間がいかに愚かかということですね。人間がいかに愚かかということです。まだ医学とか科学が発達してない前から、人類はこの神様の、その作品の素晴らしさを知っていたんですよ。皆さん、もう眉毛だけでも、まつげだけでも、ね、まばたきだけでも、涙だけでも、神様の創造の素晴らしさを理解しましょう。それだけじゃないんです。目にしても、鼻にしても、歯にしても、もう心臓にしても、もうすべてにもう神秘的な設計がされているんです。指だってそうですね。指だってですね、これ偶然こんな形してるんじゃなくて、非常に意味があるんですね。意味がある、親指が短いのはですね、こうやってこう掴むためですよね、そして5本あるのも意味があるんです。たまたま5本なんじゃないですね。5本があるということは意味が一個一個あるんですね、非常によくできているんです。皆さん、手首が回る、ね、肘が曲がる、肩が動く、これまさにロボット工学ですね。ロボット工学、まあ、ロボットの方が人体を真似たんでしょうけれども、肩が回って肘が曲がって手首が曲がって、これがですね、まさに仕事をする非常に、便利なロボット工学なんですね、ですからこのような設計、これが設計がなければできっこないんです。で左右対称でしょ皆さん。人間の体ほとんど左右対称です。内臓はね、左右対称じゃないんですけど、外面的には左右対称ですね。この分け目は違いますよ。この分け目は私が分けたんですが、この人体は左右対称です。この左右対称だってですね、左右対称のものが進化してできるわけないじゃないですか。ね、進化してですね、左右対称できると思いますか？
だってこうね、右と左と違うんですよ、反対側なんですよ。こう反対側のものがですね、進化してできるわけないんです。全く対象というのは、その対象の設計が必要なんですよ。コピーできないんですから、左右は違うんですから。動物もそうですよ、動物もそう。つまり人間の体や動物の体が左右対称っていうのは、まさに設計された証拠なんですよ。それは決してで偶然できるわけないし、左右が全く同じのような進化するわけはありえないわけです。左右対称っていうのはまさに設計された証拠じゃないですか。こんな簡単なことが、科学者はわからないんです。こんな簡単なことが科学者がわからないんです。作られなければありえないことなんです。設計されなければありえないことなんですね。目がですね、2つあって立体に見える。耳が2つあってステレオに聞こえる。もうこれはですね、設計されないとありえないことなんですね。ありえないことです。すべてに意味があるんです。人間の体にはすべて意味があります。脳がですね、脳がこの骨の中に入っているというのも意味がありますね。脳は非常に微妙ですから、守らなきゃいけないですから、こう骨に守られているわけですね。で、内臓はまあ、大事ですけど、そんなに大事じゃないので、内臓は骨に守られていません。まあ、心臓はね、肋骨に守られています。心臓と肺は大事だから肋骨に守られてますが、腸とかですね、腸とか腎臓とかそういうのは、骨に守られてませんね。心臓は大事だから一応肋骨に守られてます。脳はもっと大事なので、この骨に守られてますね。まあ、そういうふうに全てに意味があるんです。全てに意味があるんです。皆さん、目がですね、目が若干へっこんでますよね。ここがちょっと出っ張っててですね、こう殴られた時に、この骨のとこにぶつかりますから、ここが切れたらいい、また青タンができますね。青タンがね、それは目が守られるということですね。もし目が出っ張ってたらですね、こうぶつかった時に目がこう傷つきますが、目が若干へっこんでるためにぶつかった時に目が守られるんですね。こういうこともですね、非常に設計されているんです。もう本当に神様の設計はすごいんです。もう細かい、この医学でいうと生理学っていうんですね。この人間の体の構造を学ぶのを解剖学と言います。解剖学ですね。そういう機能ですね、体の機能のことを生理学と言います。で、病気の勉強のことを病理学と言いますね。病理学、この解剖学と生理学と病理学が、まあ、医学の代表なんですが、この生理学を学ぶとですね、いかにですね、人間がよくできているかということが分かります。そしてそれは偶然ではないんだということです。神様が作られた、神様が作られた素晴らしい体を持っているんだということです。皆さん、ですから私たちは作られた被造物ですが、最高の被造物です。そしてこの作った方を褒めたたえるべきです。私たちは人間で神様によって作られましたが、もし悪いことをするならば、その作ってくれた神様を喜ばせません。神様は人間が悪いことをするために作ったわけじゃないんです。神様は人間が神様の御心を行って良いことをするために人間を作ったんですが、人間はサタンの言うことを聞いて、神様が喜ばないことをしています。それを罪と言います。みかんさん、おはようございます。よく来てくれました。人間はですね、イエス・キリストにあって良いことをするために作られたと聖書に書かれています。皆さん、私たちは良いことをするために作られたんです。イエス・キリストの教えに沿って良いことをするために作られたんです。イエス・キリストを信じなければ良いことができないのです。
イエス・キリストを信じないということは悪魔の言うことを聞いて、悪魔のその神に逆らう悪魔の心を行ってしまうのです。多くの人が悪いことをするのは悪魔の言うことを聞いてるんです。今日も信仰を深めに来ましたオリーブキッチンさん、私もイエス様を信じます。久保田さん、神様の言うことを聞けば良いことができます。しかし悪魔の言うことを聞くので罪を犯します。多くの人は悪魔の言うことを聞いているのです。皆さんがタバコを吸ったりお酒を飲んだりギャンブルをやったり、悪習慣とか悪いことをするならば、それは悪魔の言うことを聞いてるんだということです。悪魔の言うことを聞いてるんだということです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて悔い改めるならば、皆さんは良いことができるようになるんです。初めて良いことができるのです。イエス・キリストを信じることによって初めて、罪が許されて良いことができるようになるのです。イエス・キリストを信じなければ罪が許されないで、罪が許されないで悪いことをしてしまうのです。悪いことをしてしまうのです。良いことをしたくてもできないのです。良いことをしたくてもできません。それは罪があるからです。その罪があるということは良いことができない、悪いことしかできないっていうことなんです。罪の奴隷ですね。ですから皆さんが良いことをしたいなら、悪いことをやめたいならば、正しいことをしたいならば、イエス・キリストを信じて罪の呪いを断ち切ってもらわないといけません。十字架はまさにその罪の呪いを断ち切る神様の御業です。神様が皆さんの罪を断ち切って洗い流して許して良いことができるようになります。良いことができるようになります。すべての人が良いことをしなければなりません。すべての人がイエス・キリストの十字架によって解放され、神と和解し、良いことができるようにならなければなりません。そして、イエス様を信じるということは神の味方をするということです。皆さんもご存知のように、つい最近東京の書店で姉の日記が2冊破られました。その前日は、日本のあちこちの図書館でやっぱり姉の日記関係の書籍が破られたそうです。誰の犯行かまだ分かっていません。そしてそれは結局反ユダヤ主義っていうのがあります。皆さん反ユダヤ主義っていうのは分かりますか？反ユダヤ主義っていうのは、ユダヤ人を、憎むという人種差別ですね。人種差別、ユダヤ人だということだけで憎まれる。皆さん変だと思いませんか？例えば日本人だということで憎まれたら人差別ですよね。アメリカに行ってですね、アメリカに行って日本人だということで憎まれますよね。憎まれる、誰でも憎むわけじゃないんですけど、憎む人がいます。それは日本とアメリカが戦争したからですよね。でも日本人だからといって憎まれたり差別されるの嫌だと思いませんか？日本人だっていい人もいれば悪い人もいるわけじゃないですか。日本人っていうね、人種だけで憎まれるっておかしいですよね。どこの国だっていい人と悪い人がいるんですから、日本人という括りで差別されたくないですね。と同じようにユダヤ人っていうだけで差別されるのおかしいわけでしょ。ところがドイツのヒットラーのナチズムっていうのが昔ありましたね。でナチは個人的にユダヤ人が嫌いだったらしいんですが、そのヒットラーがその政権を握りましたね。悪魔のような人が政権握ると最悪ですね。そのヒットラーはそのユダヤ人虐殺の計画を実行しました。ユダヤ人っていうだけで捕まって、ユダヤ人っていうだけで財産を剥奪されて、ユダヤ人っていうだけで収容所に入れられて、そして600万人のそのユダヤ人が殺されました。
ですね、YouTube でもニコ玉でも同じようなあの、映像がたくさんありますので、皆さん検索すればこれ一つ貼っときますね、こういうですね、映像がたくさん残っていますので、このナチズムの、とんでもない、ね、ホロコーストって言いますね、あのユダヤ人たちが虐殺されることをホロコーストと言いますが、この600万人という人がただユダヤ人というだけで、ユダヤ人というだけで殺される、これはまさに悪魔のですね、悪魔の、あの心なんです。なぜヒトラーがユダヤ人が嫌いだった、これはまさにあの悪魔の心を受け取ってたんですね。あの悪魔はですね、悪魔はもちろん神様が嫌いです。で、悪魔はクリスチャンは嫌いです。そして悪魔はユダヤ人が嫌いなんですね。なぜユダヤ人が、悪魔がユダヤ人嫌いかというと、ユダヤ人は神の選民です。神の選民で、あのそう、イエス様はユダヤ人の神だからですね。イエス様はイスラエルの神様、ユダヤ人の神様だから、イエスキリストが、悪魔はイエスキリストを憎んでますね。当然悪魔は神に敵対してるわけです。そうすると悪魔はユダヤ人が嫌いですから、ユダヤ人を殺したいんです。ユダヤ人を殺すとイエス様の再臨がなくなるということです。イエス様の再臨というのは、まあ、悪魔を滅ぼしに来るということなんですね。今は悪魔は一時的にですね、この地球上で働いています。悪魔が働くから人間が悪いことをするんですね。この今世界中に犯罪があって、多くの人が悪いことをするというのは悪魔が働いているということになります。その悪魔の働きを、完全に封じ込めるために、悪魔を地獄にですね落とすために、イエス様があの再臨されます。もうすぐ、まあ、どのくらいか分かりませんが、近々だと思いますが、イエス様が再臨して悪魔と悪霊どもをですね地獄に突き落とします。まあ、千年王国の後がそうなんですが、千年王国の前も一時的に悪魔を封じ込めると書いてあります。で、その千年王国の間は悪魔が働かないわけです。そしてその悪魔はそのイエス様の再臨を、その邪魔するためにユダヤ人を抹殺しようとしたんですが、確かに悪魔は600万人のユダヤ人が殺されました。そしてその結果イスラエルという国ができたんですね。イスラエルという国ができました。皆さん、この世界の歴史はこのように、この神様と悪魔の関係の中で、そしてイスラエルという国を中心として考えると世界の歴史が見えてくるんですね。世界の歴史が見えてきます。もう一度言います。反ユダヤ主義というのは悪魔の心だということですね。そしてそのホロコーストからおよそ70年、およそ、70年、そのまたネオナチというのがあります。ネオナチというのはあのナチの新しい ナチという意味で、ネオが新しい、それでネオナチと言います。そのネオナチが今ヨーロッパをまたこうできてるんですね。当然ネオナチも反ユダヤ主義ですね。反ユダヤ主義です。その、ヨーロッパでは当然ネオナチを嫌いますね。あれだけとんでもないことをしたナチズムをもう一度応援するなんてありえないわけですね。ところが日本人はですね、日本人は、ユダヤに対して非常に好意的だったんですね。杉原中年、皆さんご存知だと思うんですが、ユダヤ人を5000人ぐらい助けたという、外交が、杉原中年は外交官だったんですが、
外務省はダメだと言ったんですが、杉原中根はクリスチャンだったのかな、クリスチャンで、そのユダヤ人にあの通過ビザと言いましてね、日本の国を通過していいよというビザを発給したんですね。手書きで発給したそうです。もう徹夜のような感じで発給したそうです。その結果5000人のユダヤ人が、日本に来ることができたんですね。そして、今イスラエルはその杉原中根のゆえに日本人を本当に、好意的なんです。で杉原中根が、記念されています。そしてあの日本に来たそのユダヤ人を、日本のクリスチャンがいろいろ世話をしたという話もあります。それもあのイスラエルに関係されているそうです。日本があの日露戦争でロシアと戦争するときに、ユダヤ人のある、まあ、お金持ちがその戦費ですね、戦費、戦争のお金を貸してくれたという話もあります。日本の文化はイスラエルから来たという話を私はしています。日本のあらゆる文化がイスラエルから来ている。日本人とイスラエル人とは関係があるんですね。ところがそれだけ、新イスラエル派の日本がですね、新イスラエル派の日本がその、図書館やその書店のアンネの日記関係の本が破られているという、これはまさに反ユダヤ主義の、行いなんですね。反ユダヤ主義の行い、まあ、それが組織的なのか個人的なのかは分かりませんが、このアンネの日記というのはまさにその収容所の、ね、収容所のことが書かれているのかな、まあその捕まるところどっか隠れたりなんかしてその怖い思いをしたその日記が書かれているわけですね。そのアンネの日記でその収容所のことがユダヤ人の本当に悲しみ苦しみが書かれているわけです。そしてあのイスラエルではあのヒットラーが個人崇拝されましたね。そのヒットラーがあたかも神のような扱いを受けて、ハイルヒットラーと言いましてね、ハイルヒットラーといってそのヒットラーを称えるようなその個人崇拝ですね。あの北朝鮮見れば分かります。あの北朝鮮でキム・ジョンウンがですね個人崇拝されてます。そしてみんな手を叩いたりなんかしてですね、あのキム・ジョンウンがあたかも神様かのような扱いを受けてます。まさにそれがサタン主義ですね。サタン主義っていうのは個人崇拝であって、個人を神のように崇拝することです。ヒットラーも個人崇拝でした。ですから今そのヒットラーのファシズムって言いましょうか、全体主義っていうのがまさに個人崇拝によってなったということです。そのナチズムと同じようなことが今北朝鮮でキム・ジョンウンの個人崇拝になっているんです。つまり個人崇拝はサタン主義ということですね。個人崇拝はサタン主義です。そして、国粋主義ですね。国粋主義っていうのは民族主義で、その国が一番優秀だというような言い方をします。ヒットラーもそのドイツのゲルマン民族が優秀で、ユダヤ民族が優秀じゃないからユダヤ民族を殺すという、それもあのダーウィンの進化論から来た進化主義、その優勢主義って言いましょうか、優れたものが生き残るという進化論進化主義から来ているゲルマン民族が優秀でユダヤ民族が優秀じゃないという理論なんですが、全くデタラメですね。そんなことはありません。なぜかというとイスラエルの人たちがノーベル賞をたくさん持ってるわけですから、イスラエルの人たちの方が優秀ですが、だけども
そのドイツ人が優秀だということでユダヤ人を抹殺したわけです。ところがその進化思想がまさに日本にもあったんです。日本も天皇を個人崇拝し、天皇万歳と言って、天皇の名によって中国人は劣っている、韓国人は劣っているから、もう虫けらのようだ、殺していいということで韓国人や中国人、アジア人を殺しました。まさにヒトラーの進化思想、優生思想と同じなんですね。そして日本民族が優秀で、日本民族こそ世界を、その支配していいという、まさに八紘一宇というのはそういうことなんですね。八紘一宇、つまりナチズムの個人崇拝と北朝鮮の個人崇拝と同じように、天皇崇拝、天皇崇拝がファシズムを作り、そして個人崇拝を作り、それが国粋主義になってきました。それが右翼です。そしてその国粋主義がヒトラーも負けたように、日本も負けたんですね。負けたんです。しかしその、ヒトラーにもネオナチが出てきたように、日本でも、また右傾化してるんです。右傾化してるんです。でドイツでは徹底的にそのナチズムを反省して、徹底的に謝罪をして、徹底的にもう二度とナチズムが出ないように国を挙げてそのような、取り組みをしたんですが、日本はですね、悔い改めてないんですね。悔い改めてなくて、まだ天皇制が続いて、そして今また、安倍政権がですね、右傾化しています。右傾化しています。これはまさに恐ろしいことです。恐ろしいことですね。つまり、ドイツではその、ナチズムを悔い改めたわけです。ナチズムを悔い改めたけど、日本の国はまだその、その個人崇拝やファシズムをまだ悔い改めてないんです。むしろかえってその、罪が、もう一度同じ罪が、同じ悪霊が働いて、またネトウヨのようなネトウヨのような、また天皇崇拝が湧き起こってるんです。皆さんもうね、その天皇崇拝良くないっていうことは分かったわけです。天皇崇拝良くないって分かってるのに、もう一度ネオナチのような、国粋主義ね、中国人や韓国人を憎むような敵意丸出しの、ヘイトスピーチ丸出しのですね、ネトウヨが日本をまた覆っているんです。これは非常に危険なことなんです。危険なことです。また同じ個人崇拝、また同じ国粋主義、また同じファシズムができようとしています。皆さん、そのナチズムもまた日本の軍国主義も暴力的なんですね。暴力的で、ナチズムをですね、反対政党をみんな潰しました。反対意見を全部暴力で潰しました。日本の軍国主義もそうです。日本の軍国主義も皆さん515とか226とか知ってますか。515事件、226事件のように、この軍国主義に反対するものを武力で暗殺して、その軍国主義がこの邪魔されないように武力でですね、反対派を殺していったんですね。中国も韓国も毛沢東の時とかですね、まあ、ソビエトのスターリンの時も、北朝鮮もそういう政治的なその反対勢力を武力で暗殺して静粛して独裁主義を作ったんですね。皆さん、独裁主義はまさに、サタン主義です。サタン主義です。そういうわけで、今日本は危ないのです。日本は危ないのです。日本はもう一度サタンが働いて、もう一度サタン主義がはびこって、私は今ニコ生でこのように言論の自由で、
言論の自由で発言できてます。その、秘密保護法がですね、乱用されると、秘密保護法が乱用されると、その、あれですね、発言できなくなるかもしれません。でも今はまだそこまで言ってません。まだ言論の自由が保障されています。その時こそですね、今私たちはサタンと戦って、その伝道しようではないでしょうか。伝道することによってサタンの力が封じ込まれます。つまり今そのアンネの日記が破られたという事件があります。皆さんその事件知らない人もいるかもしれませんが、ちょっと貼っときましょうね。サタン、アンネの日記が破られた、図書館で破られて本屋でも破られたというニュースがあります。これは本屋で破られたというニュースですが、これはまさにですね、サタン主義がこの勃興しているということですね。サタン主義が勃興している、日本の右傾化もサタン主義が勃興しています。そのことをしっかり理解して、そのサタンの働きに対抗しなきゃいけません、ね、皆さん、サタンに働かせてはいけません。日本はそのサタンによって、今、牛耳られてサタンによって滅ぼされようとしているんです。その、サタンが働かないようにするためには私たちは伝道して、その神様の言葉を言い広める必要があるんです。これは政治的な問題ではないんです。政治的な問題にもなりますが、その場合に霊的な問題なんですね。霊的な問題です。ぜひ皆さん、皆さんの人生も悪魔にやられないためには信仰で歩む必要があります。信仰で歩む必要があります。ぜひ、右翼的な考え方を持たないでください、ね。南京大虐殺がなかったとか、強制連行がなかったとか、慰安婦がいなかったとか、とんでもない話です。とんでもない話です。まさに、洗脳です。洗脳です。若い人たち、特に若い人たち、洗脳されないでください。洗脳されないでください。日本の罪を認めたくないのは分かります。でも、むしろきちっと謝罪するべきなんです。南京大虐殺がなかったとか、慰安婦がなかったとか、全くそれはですね、恥ずかしいことです。もう罪を認めたくないから、そんなの方がなかったというのは、まさにその、加害者の居直りですね。私は悪いことしてない。私は悪いことしてないという、加害者の居直りです。それは卑怯です。卑怯であり、汚いです。醜いです。醜いです。悪いことしたらば、正々堂々と謝るべきです。悪いことをしたら正々堂々と謝るべきです。サタン主義というのは謝らないことですね。サタン主義というのは責任転嫁をして、責任放棄をして、謝らないことです。皆さん、私たちは罪人です。まず、イエス様に謝るべきです。イエス様に謝るべきです。イエス様に謝って悔い改めるべきです。そして、サタンの味方をするのではなく、イエス様の味方をするべきです。イエス様の味方をするべきです。そして皆さん、これからイスラエルが救われてきます。まだイスラエルは、救われていません。イスラエルが2000年間、苦しい歴史があったのは、この聖書にその予言があります。イスラエルは神の国であり、イエス様はイスラエルの神であるのに、イスラエルが2000年間苦しかったのは、イスラエルがイエス様を信じなかったからですね。イエス様を歓迎しないで十字架につけてしまった。
イスラエルは自分たちの神を十字架につけてしまった。それで聖書にはそれで呪われると書いてあります。つまりイスラエルの人たちはそのイエス様を受けなかったことによってサタンにやられてしまったんです。そしてそれはイスラエルだけではないんです。全世界がイエス様を信じなければ呪われて滅んでしまいます。日本もクリスチャンが少ない国ですが、日本も悔い改めてイエス様を信じなければ日本が滅んでしまいます。今日本がですね、いろいろ行き詰まっているのもこれはサタンにやられているということです。放射能汚染で日本が今大きな危機になっています。そして日本は、地震や津波や台風で災害の多い国です。これは本当にサタンのまさに働きなんです。この日本がサタンの働きから守られるためにはイエス様がどうしても必要なんです。日本がイエス様を信じなければ日本は滅んでしまいます。皆さん、このことをしっかり理解しましょう。聖書にそのことが書いてあるんです。聖書に、はその人間が神様に逆らうことによって、人間は災害を受けるんです。災害を受けます。日本が守られるためにはイエス様の守りが必要なんですね。はい、そういうわけで、まだ間に合います。皆さん一人一人もイエス様を信じなければ滅びますが、日本の国もイエス様を信じないと滅びるのです。ですから皆さん、今悔い改めてサタン主義をやめてイエス様主義になるべきです。敵意むき出し、悪意むき出しで中国を憎み韓国を憎むなら、まさに反ユダヤ主義と同じなんだよということですね。人種差別をしたり敵意を持つ、悪意を持つというのはまさにそれはサタン主義なんだよということですね。ヨーロッパでも反ネオナチという反ユダヤ主義がはびこってきています。日本ももう一度戦前と同じような愚かな人種差別や、その国粋主義がはびこってきています。これはまさにもう一度日本が戦争をする方向に来ているんです。ですから日本を守んなきゃいけません。皆さん、本当に守るのは、中国韓国から日本を守るのではなくて、悪魔から日本を守んなきゃいけないんです。悪魔が敵なんです。皆さんよく理解してください。悪魔が敵です。そして悪魔の味方をするから滅ぶのです。日本を守るためには悪魔と戦わなきゃいけないんです。悪魔と戦うことによって初めて日本は守られるんです。ぜひ皆さんよく理解してください。じゃあ歌詞タイム行きましょうかね。反ユダヤ主義が分かった、反サタン主義が分かった、個人崇拝がいけないということが分かった、国粋主義がいけないということが分かった、ネオナチと、ネトウヨが反ユダヤ主義だということが分かった。証しスタート、スタート。みかんさん、私はもうイエス様を愛していますが、もっと愛したいです。イエス様をもっと愛したい。アメン。この放送は愛でできていると確信しました。靖国参拝はヒットラーの墓参りと同じだと思いました。この放送を見るようになって日本人が憎くなった。いや、日本人に憎まないでください。
極右思想は追放すべき。争うのではなく、ただ愛すればいいと気づきました。今日の放送は難しかったので、もう一度説明をお願いします。毎週教会に通うようになりました。カリスマに行ってください。いつも真実を教えてくれるこの放送はニコ生の宝です。ありがとうございます。日中韓が大親友になりますように。ユダヤ人に優秀な人が多いのは神のご加護だと思います。日本人の非を認め、恥を感じて生きようと思います。イエス様に謝ろうと思った。イエス軍団に入りたいと思いました。歴史の教科書は嘘ばっかりだと思いました。右翼は怖いと思った。まずは日本を愛することから始めます。中国料理、韓国料理大好きです。自分が日本人であることが屈辱です。大丈夫です、大丈夫です。これから日本を救いましょう。一緒に日本を救いましょう。悔い改めてイエス様を信じることから日本を救いましょう。キューちゃんの教会に行ってみたくなりました。来てください。東京町田です。コミュニですね、教会のホームページが貼ってありますので、日曜日10時半から礼拝がありますので来てください。日本を愛すると決意しました。日本を愛すると決意しました。イエス様と大声で叫びたいです。イエス様と大声で叫びたいです。今回のアンネの事件をきっかけに、イスラエルにともっと友好が強くなればと思いました。アメン。キューちゃんの放送を見て愛を理解したような気がします。アメン。真実の放送ありがとう。真実の放送ありがとう。日本の右翼にこの放送を見てほしい。日本の右翼にこの放送を見てほしい。キューちゃんがアーメンと唱えると体が軽くなります。アメン、アメン、アメン。本を破った人も許せるような心を持ちたい。アメン、アメン。右翼は早く悔い改めてほしいです。アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この放送を見るといつも心がふわふわします。この放送を見るといつも心がふわふわします。
油注ぎがあるのです。イスラエルを応援することは神を応援することです。イスラエルを応援することは神を応援することです。そして反ユダヤ主義はサタンを応援することになります。反ユダヤ主義はサタンを応援することになります。なぜかというとサタンはイスラエルを憎んでるからです。サタンはイスラエルを憎んでいます。私たちは、イスラエルを応援することによって、神を応援することになります。もちろんイエス様を信じることによって、イエスキリストを信じることによってサタンの味方になります。イエスキリストを信じないということは悪魔の味方をすることになるんです。皆さん、このことをしっかり理解してください。すべての人が罪を悔い改めて、イエスキリストを信じる必要があります。それはサタンの味方をしたらサタンと共に滅びるからです。サタンの味方をしたら滅びます。この放送で油注ぎがすごいです。神を信じないのに、油注ぎがすごいです。アメン、アメン。ぜひ皆さん、まず皆さん一人一人が救われる必要があります。皆さん一人一人が自分の心の中にサタンの心があって、今まではサタンの味方をしてきた、今まで偶像崇拝をしてきた、今まで欲で生きてきた、今までお金を愛してきた、今まで憎しみがあった、怒りがあった、そのような罪の中を生きてきた、罪の奴隷であったことを認めて悔い改めましょう。そして十字架を仰いでください。その罪を許すためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくれたのです。イエス・キリストを信じるということは罪が許されることなんです。イエス・キリストを信じるということはサタンの味方から神の味方になるのです。イエス・キリストを信じるということは、イエス様を神として本当にサタンに立ち向かうことなんですね。サタンに立ち向かうのです。皆さん、サタンの味方をしてはいけません。罪から離れなければいけません。悪から離れなければいけません。自分の力でそれはできません。自分の力で罪から離れることはできないのです。十字架のおかげで初めて人間は罪から離れることができるのです。良いことができるようになるのです。ぜひ皆さん、その真理をしっかり理解して、皆さん自身がそうなってほしいです。皆さん自身が悪魔の味方ではなく神様の味方になってほしいです。そしてそれだけではなく、日本が救われるために、また世界が救われるために、皆さんが伝道してほしいのです。イエス様を伝道してほしいのです。十字架を伝道してほしいのです。福音を伝道してほしいのです。そして皆さん、悪魔に立ち向かうのです。闇は光に打ち勝たなかった。サタンは、神様に勝てません。皆さん、サタンは滅ぶのです。私たちは滅ぶサタンの味方をしてはいけません。勝利者であるイエス様の味方をしましょう。イエス様の味方をして、皆さんが滅ぶものではなく勝利者になってほしいのです。イエス・キリストを信じて勝利者になってほしいのです。今からでも間に合うのです。今からでも皆さんは勝利者になることができます。イエス様の勝利者になりましょう。勝利者になるのです。イエス・キリストに会って皆さん勝利者になるのです。
イエス・キリストに会って皆さん勝利者になりましょう。勝利者になるのです。そして日本を救いましょう。一緒に伝道して日本を救いましょう。一緒に伝道して日本を救いましょう。反ユダヤ主義と戦いましょう。国粋主義と戦いましょう、その民族主義と戦いましょう。憎しみと戦うのです。人種差別と戦うのです。サタンと戦うのです。サタンと戦いましょう。日本がその人種差別の国ではなく、国粋主義の国ではなく、右翼思想の国ではなく、神様の味方をしましょう。神様の味方をするのです。皆さん一緒に立ち上がって、一緒に立ち上がってイエス様を述べ伝えましょう。十字架を述べ伝えるのです。十字架を述べ伝えることによって日本の国から悪魔を追い出すのです。悪霊を追い出すのです。罪のない国、神の愛で満ちた国、皆さんがまず悔い改めて神の愛を受けてください。神の愛で隣人を愛しましょう。隣国を愛しましょう。今日の放送で、悔い改めてイエス様を信じて、そのサタンの味方をやめようと、反ユダヤ主義や、そのような、右翼思想をやめようと、これからはイエス様の味方をしようと、イスラエルを応援しようと決心する人、アメンと言ってください。反ユダヤ主義を悔い改めてイスラエルを応援したい、イエス様を応援したいという人、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。みかんさん、最近の Q さんの放送を乱してから祈るのを忘れなくなりました。アメン、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 アメン。天の父様、日本は大きな罪を犯しました。戦争、個人崇拝、天皇崇拝という個人崇拝をして、その偶像崇拝から、そのファシズムがあり、そして天皇の名によってたくさんの人を殺しました。天皇の名によって中国の人を殺し、韓国の人を殺し、アジアの人をたくさん殺してしまいました。その悔い改めがまだできていません。それを正当化し、あたかも正しかったのかのような、考え方が蔓延しています。とんでもありません。人殺しがなぜ正しいのでしょうか。隣国を侵略してなぜ正しいのでしょうか。まだ被害者が苦しんでいます。中国の被害者、慰安婦の人たち、強制連行の人たちが苦しんでいます。その苦しんでいる被害者にまた傷口に塩を塗るような、そのような被害者をさらに苦しめる、全くいじめと同じようなこと、弱い者をいじめ、弱い者をいじめしている日本が悔い改めなければなりません。その被害者は被害者に謝罪し、被害者の心を癒すことが加害者の責任ではないでしょうか。日本の罪を許してください。日本の罪を許してください。加害者の居直り、それはまさに傲慢です。傲慢な日本の心、日本人の心、傲慢な日本が砕かれますように、砕かれて悔い改めますように。イエス様、どうぞ日本が悔い改めに導いてください。日本が悔い改めるように導いてください。そして被害者を、癒してください。被害者を癒してください。被害者を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございました。ぜひ祈ってください。今晩9時です。今晩9時にまたお会いしましょう。良い一日を。イエス様に会って、アメン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 、ハレルヤ。